北山高線にて、富山県道67号うなずき大沢の線は、富山県黒部市うなずき町下立あざ上の山から、富山県富山市笹津あざ上平割に至る県道である。黒部市うなずき町にある、藍本トンネル西側の富山県道13号朝日、ひ、うなずき線高点から、富山市笹津の国道を41号高点までを結ぶ。 富山県東南部の山麓沿いに点在する観光拠点を結ぶ重要な幹線道路という名目があるものの実際には黒部市うなずき町から富山市大沢の地域までの山間部にある境愛路を継ぎはぎ足しただけの形となっているこの他にも黒部市、城市町、立山町でそれぞれ県道指定されていない区間が存在するため起点から終点まで通して通行することができない なお、北陸新幹線黒部うなずき温泉駅へのアクセス道路として、魚津市青柳から魚津市大会寺野までの区間にバイパスを建設している。立山町足倉寺と富山市本宮との間に架けられた橋町401メートルの立山大橋は2000年2月に開催された2000年と山国体陶器大会のメイン会場となった立山山独スキー場への アクセスルートとして建設された。ありがとうございます。